こんにちは、速稼塾の久保です。私もね、吉谷さん、ノストラダマスの大予言大好きでですね、ノストラダマスの大予言1999年が来るんだと思っていたんですけども、じゃあ実際に1999年、私がねその日の仕事をやってたかどうか、ノストラダマスの大予言を信じて半ば期待していたのに、なんで受験戦争をする必要があったのか、まあ全くね整合性取れてないですよね。要するに信じる反面信じてないわけなんですよ、こういうのは。1999年ね、結局何もなかったですね。これはだから世界中の宗教家とかノストラダムスを信奉する人が終わらないでくれって祈った結果、避けることができた、別の次元にね私たちは行くことができたってことなんですかね。まあそういうふうに解釈することもできるんじゃないかなと思います。まあね、要するに詐欺っていうのは、世の中に当たり前にあるんですよ。ですんで、まあ、私に言わせればね、未だに詐欺にかかってるんですかみたいな感じで、詐欺にかかってる方がもうちょっとね、もうそろそろこれは勉強した方がいいかなと思うんですよね。で、全てのものに取り組む時にこれは詐欺かもしれないっていう気持ちも残しておかないといけないですし、速稼塾の中ではこういう言葉があります。信頼の向こうに詐欺があるんですよ。要するに信頼すればするほど詐欺にかかる可能性が高くなるんですよ。疑っていればいるほど詐欺にかかる可能性は低くなります。そうじゃないですか、ね、だから信じれば信じるほどね、その詐欺にかかりやすくなるってことは、信じるんではなくて、まあ、理解していくっていう言い方にしたらまたとんちみたいになりますけども、もう私の場合はね、まあ、詐欺でもいいかと思うわけなんですよ。騙されてもともとだみたいな思うわけですよね、じゃないと勇気出ないんですよ、何にもできないんですよ。で、言ってみればね、詐欺師っていう商売も成り立っていくんですよね、で、それは自分の弱さとかずるさの方につけ込んでくるんですよ。だから正々堂々とやっていることを、そして自分の求めているそのね、ビジネスなり投資にまっすぐ向き合っていれば詐欺にかかる余地はないと思うんですよ。例えば私は FX ね、力をつけましたけども、 FX についてはなんかね、自動的に儲かりますみたいなところとか、絶対に勝てますみたいなコミュニティとか、全て無視してきたんですよ。唯一ね、私が頼りにしていたのは100円で買ったブックオフの本です。そこに書いてあるただ同然の情報をもとに、私はテクニカルという理論を作り上げて学び、そして今に至ります。テクニカルっていうのは誰がやってもそうなりますよっていう公式が書いてあるんですよね。っていうことは、それをやればいいわけなんですよ。で、それをやるのがめんどくさいから、要するに小学校中学校みたいに漢字のドリルをやったりとかね、計算ドリルをやったりとか、公式を覚えたりするのがめんどくさいから、ワンツースリーポッて儲かる方法を探しているわけでしょ。でもそのね、儲かる方法を探していくことってものすごく効率が悪いんですよ。だってコツコツと働いて積み上げた何十万というお金を投じて、その商材なりノウハウを買わないと確かめられないわけでしょ。じゃあそれで失敗するわけなんですよ、大体。失敗したら、じゃあ数十時間数百時間働いてきたその結果としてのお金ってのは無駄になるじゃないですか。ってことは、私はね、ブックオフで買った本を1日10時間ぐらい、それをね、例えば1ヶ月読み込んだ方がすごく効率的だと思うんですよ。確かに1ヶ月っていうのは本を読むだけですから、金になんないですよ。でも結果、逸失利益っていうのは、例えば1ヶ月本を読み込んだら月給30万だったら、30万を失うだけで済むわけですよ。で、しかも力もつくと。でも商材を買うと、まずは30万のものを10個買ったところで、そんなんでね、うまくいくわけないんですよ。ね、うまくいくわけないですよ。それでうまくいってるんだったら、私の動画ね、見てないはずなんですよ。うまくいってないからこそ儲かる方法を未だに探してるんですよね。で、私は2013年にそのネットビジネスってものに出会って、アフィリエイトをやって、100発100中1発1中でそれで儲かったんで、もう儲かる情報を探さなくていいわけですよ。で、アフィリエイトがうまくいったんで拡散する力がありますから、どちらかというと情報は向こうから来ますよね。これを広めてくださいみたいな感じで、で、広めてくださいって話は日々来ますけども、ほとんどのものがまがいものってことが分かるんで広めないんですよ。で、危ない案件紹介するときは、危ない案件ですよって何回も言いますからね、私のギャグとして雑談として紹介します。そして私がこれは危ない案件ですよって言ったのは、消えるものが多いでしょ、なんとかコインとか暗号通貨とか ICO とか、すべて私は否定しました。すべてなくなりました。ざまみろって感じですよね、はい。ダメですよ、そういうのでは。まずは自分の力をつけること、詐欺を見抜く力なのか、それともきちんと投資をね、結果に導く力なのか、ビジネスを成功させる力なのか、集客力なのか、いろんなものがありますけどね、はい。ではね、詐欺師がなんでいなくならないのか、それは
詐欺にかかる人がいるからです。でもこれはね、やっぱり詐欺にかかっちゃう人が罪の意識を感じてくださいってことではないですからね。そうではないと、この防御力を高めていく、そして攻撃力を高めていく、この両方がビジネス、投資、人生には必要だということでございます。まあ恋愛も一緒ですよね。結婚してみたら、なんだこの嫁さんだったのかみたいなね、結婚したらあなたは変わったみたいな、これも言ってみれば小さな詐欺ですよね。結婚するまでお互いに一生懸命やっていて、結婚したら安心してもうね手を抜いていくということですよね。まあでもね、釣った魚に餌をやらないって言いますけども、誰が釣った魚に餌やるんだって話ですよね。当たり前だろと思いますよね。むしろ餌をもらえない自分の力量のなさ、魅力のなさを嘆いた方がいいと思います。ちょっと余計な話になりましたね。では行ってらっしゃい。